お疲れ様です。先ほど国会議員団の役員会を開催させていただきました。馬場代表から冒頭発言もありましたが、衆院の予算が昨週通りまして、まあ、最終的には土曜も使ってのドタバタ劇という形で、まあ、これ根本的に言うと自民党がやっぱり一番悪いというふうに思いますし、ちょうど先週の水曜日ですね、政倫審が本来開催されるべきところを1日飛ばして、まあ、その政倫審に出るメンバーも、まあ、出るや出ないやということが最終最後まで続きまして、で最終的には立憲民主党さんが、フィリバスターを やってという形で、まあ、非常に納得のできない、あまりこう納得感の低いですね、国会 の古い国会の慣習日程闘争が繰り広げられたということについては、国民の理解は私たちはまあ全く得られないだろうということで、まあ、我々としてもこの先週も申し上げましたが、主張してました5名についてが合意できて、で公開で出てくるということと、それからこの後続いていきますが、政治改革の特別委員会が設置しようということを遠藤国対委員長から働きかけをですね、さまざまやらせていただいて、そこの合意が出たところで、まあ、とにかく徹底的に議論を予算の議論をしようというところでずっとやってきたわけでありますが、まあ、最終皆さんにもご負担かけたり、官僚の皆さんにもご負担をかけたことについては、まあ、こういう国会はなくしていこうというところを改めて感じたところでございます。それから先ほど遠藤国対委員長がぶら下がり会見させていただきましたが、役員会の中でも協議がありまして、自民党と維新の会の国対委員長の中で合意事項として経済安保、まあ、特にセキュリティクリアランス、それから防衛装備の移転、第三国移転についての実務者協議を始めましょうということで合意をしております。こちらの窓口としては教育無償化を実現する会の前原代表と、それから青柳政調会長代行のこの2人で、まあ、ちょっと何人になるか分かりませんが、この2人を中心に進めていくということで心合わせをしております。共同鈴木です。冒頭ご言及ありましたですね、自民党との協議ですけれども、まあ、今回セキュリティクライアスの法案と防衛装備品の第三国移転について、自民党と協議入りする方向ですけれども、今回のその狙いですねと、そのそれぞれについての現在の維新のスタンスについてですね、改めてご説明をお願いいたします。セキュリティクリアランスについては前国会だったかな、前国会でしたっけ、提言出したのって、経済安保の昨年から我々スタンス明確にしてまして、これはもう世界で戦っていく上では欠かせない不可欠なこの法整備であるし、我々がそういう構えを取らないことには安心して安全保障上もそうだし、民間企業も戦っていけないという観点から、いかに実効性を担保できるかというところまで踏み込んでやるべきだというのがセキュリティクリアランス の我々のスタン大まかなスタンスであります。それから防衛装備の第三国移転については、これ共同開発から端を発して条約も進んでおりますし、これ私も予算委員会で取り上げて質疑をさせていただきましたが、この第三国への防衛装備の移転輸出については非常に重要な、戦略上重要なファクターになるというふうに認識した上で、これもいち早く進めていかないことには共同開発するパートナー国の信頼も得られないし、産業も育たないという、そういう立場であります。で私が何日やったっけ、1日やったっけ、1日に質疑を総理にさせていただいた際には、総理からは公明党さんが結構ネガティブな姿勢ですがいかがですかという、そういう問いかけをしたところ、数日前に、協議をした上でかなり距離が縮まり前に進みますというような答弁をいただきましたが、昨日一昨日確か公明党の参議院議員の方が質疑に立った時にはかなり抑制的な後ろ向きな質疑だったというふうに側聞をしております、確認をしております。でおそらくそこの攻防というのはあるんだろうというふうに思いますし、まあ、我々はぜぜひひでですね、政権がやることでも国家国民のために必要なことはとにかく前に進めていくという観点から、この防衛装備の第三国移転については今後の防衛戦略上も産業上も必要不可欠であるという、そういう視点に立ってですね、前に進めていけるように我々は我々のその座組の中で協議をしていくということを淡々とやっているということであります。
関連ですけれども、その、まあ、方向性は自民党と大体共通しているところが多いと思うんですけれども、特にその、まあ、今回の協議でですね、まあ、これ、まあ、勝ち取りたいではないですけれども、ここを修正したいという点が 何かありましたらお願いいたします。このだから次期戦闘機だけに限るか限らないかみたいなところが、まあ、自公政権の中では割と話されているみたいですが、まあ、そういうなんか一個一個個別にもう区切ってですね、暫時ちょっとずつ拡大するのではなく、そもそも論としてこういう共同開発、今後も多分いろんな分野でなされていく可能性がありますから、まあ、そういったものもカバーできるように我々としては進めていく、つまり現場があまり混乱しないように、本当の意味で安全保障上も戦略上プラスになって、産業を関連産業の皆様にもやりやすいようにし、またパートナー国にもしっかりとご納得いただける、これいろいろパートナー国の反応どうなのかなというふうに、ちょっと私もいろいろヒアリングしたり予算委員会の準備でもリサーチをしましたが、理解できてない、理解できないという、そういう反応が、まあ、諸外国からの見方であります。まあ、ですから今のそのご時世に合わせてですね、しっかりと前に進めていくということを法案の座組の中で先駆けて法案の内容または修正等に、まあ、持ち込んでいけたらなというふうには考えております。すみません、朝日新聞の小林です。ちょっと森山文科大臣のと旧統一教会の友好団体との関係についてのお尋ねです。これまで維新はあまりそこ問題視はしてこなかったと思うんですが、今回ちょっと報道で推薦確認書の写真と、あとそのイベントの動画が出てきまして、森山文科大臣自体はその署名について、まあ、記憶にないというふうに繰り返してきてますが、こういう、まあ、現物が出てきて、まあ、間違いなく、まあ、サインがあったんだろうというようなことが明らかになった。で、まあ、このことを受けても、まあ、維新としては文科大臣として不適切ではないというふうに考えられるかということとですね、あと要はその選挙の時にやった行為について、その記憶がないとその繰り返すこと自体その不適切ではないかとも考えられるかと思うんですが、この点はどのようにお考えでしょうか。この森山さんについては、まあ、我々その不信任案に反対した立場でありまして、その時にも申し上げましたが、一つは自民党の全体調査でちゃんとしっかりと事務所にヒアリングをしたり遡ったり、または自分の記憶をしっかりとたどってですね、正しいことを最初に出さなかったというのは問題だし、またそれがひいては自民党が行う調査というのはこれほどずさんなのかということを、まあ、世間に知らしめてしまったということなんだろうとまず思います。でその上で行政が歪められたということについては確認できないし、でまたこの統一教会に対しての対応についても一歩一歩前に進めている、それを指導しているこの大臣でありますから、そういったことを踏まえて不信任案については反対をさせていただいたと。でこの推薦確認書のこの署名とかっていうのはちょっと今記事を拝見しましたが、ちょっと私も細かいところは分かりませんが、これ我々と違うのはこのさまざまな団体からもういわゆる組織的支援を受けているというのが自民党の実態で、多分この数百のこの推薦書とか推薦確認書を事務所が処理しているというのは事実なんだと思うんですね。で逆にそれはもうそれこそが自民党政治を象徴しているもので、もう 誰にどこからこの推薦を受けたかもわからない、そして協定書まで巻いて、例えば確認書とかにそこに政策的な内容も書かれているけれども、でもまあそういうこともほとんど、まあ、当人が確認せずに票をいただいていると、つまりありとあらゆる組織に、まあ、選挙のためにお願いしていると、そして運動員も出してもらっているというのがそもそもの自民党の実態であるということがそもそも問題なんだろうというふうに思います。ちょっとこれ の細かい、これがいいのか悪いのかというのはちょっとごめんなさい、今の状況で判断できないんで、お答えはここまでさせてもらいますが、一般論としてそういう状況である自民党という、そういうこの選挙の在り方というのは私たちは変えていきたいというふうに今考えています。ごめんなさい、ちょっと的確な答えになりませんが、ちょっと事実確認的にあまりできてないんで、はい、そこまでさせてください。あともう時間になりました。あと一人だけ、じゃあどう。じゃあ1、2、3いって終わろう。1、2、3、3名。はい。鈴木さん。関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。自民党との政策協議のことについて聞きますけども、まあ、こういう形でその自民党に対して協議を持ちかけるということを、まあ、公明党さんはどういうふうにご覧になっているのかなというのはちょっと気になるところで、
何かその公明党の動きに対する影響であるとか、こういうふうに動くんじゃないかなっていうのはどういうふうにお感じになりますか。まあ、公明党さんは公明党さんのいわゆるこのバランス感覚の中でご主張をされるんだろうと思うし、私たちから見たらかなり抑制的で制限がかかり、我々の安全保障戦略にもマイナスになる可能性があるようなご主張のやり方、またはとどめ方、自民党が行こうとしているのをこう引っ張っているというふうに私は個人的には見てます。で、私はそれ絶対ダメだと思っていて、この安全保障環境が変わっていく中でセキュリティクリアランス、それから防衛装備の移転、それからこの次また出てきますけどアクティブサイバーディフェンス、サイバー安保ですね、このあたりは世界標準にいち早く近づけないとという中で相当この足を引っ張ってきたんじゃないかというご指摘を予算委員会でもさせていただきました。ただ総理はそれは大丈夫だというふうにおっしゃったんで信じたいところではありますけれども、まあ、そういう意味で私は結構その一つの安全保障の一つ一つの議題に向かうスタンスは私らとまたは自民党とから公明党さんというのは結構乖離があるんじゃないかと、まあ、認識をしています。まあ、最終こういうどういうこなし方をしてくるのか分かりませんけれども、我々は我々の主張を、まあ、少しでも取り入れようという、まあ、そういう自民党の姿勢については一定評価させていただいた上で、まあ、評価と感謝してさせていただいた上で、本来この国民の皆さんが必要な法案がしっかりと通っていくように汗をかきたいという、そういうシンプルな考えです。維新の行動がなんか公明党の行動変容を促すみたいなことってあり得るんでしょうか。どうでしょう、それは分かりません。ありがとうございます。それでは安藤さん。毎日新聞の安倍です。自民党との協議に関して質問させていただきます。一足飛びの質問になるというのはちょっと分かった上であえて聞かせていただくんですけれども、今回その、提出前 の審議入り前の法案について、仮にその維新の主張が通って修正された場合、これはそのこれまでの是々非々の関係よりもさらにこう特に安全保障という国家の根幹を担うようなテーマで、それが実現した場合はこう一歩 前にというかこう進んだ関係になるのではないかと思うんですけれども、そういった時にですね、まあ、いつかは分からないですけど衆議院選挙が開かれた場合、今回の政治と金の疑惑によって国民も自民党に対して厳しい結果を突きつけるのではないかとも言われている中で、自民党が議席を減らし、また公明党がどうなるか分かりませんけれども、ちょっと連立相手をってなった場合にですね、一足飛びなのはすいません、承知の上で聞くんですけれども、自民党から維新と連立をっていうような話があったときには応じられると今考えるかどうか教えてください。三足飛びぐらいですけど、まあ前から申し上げているように、私は幹事長と選対本部長の役目いただいている立場からいくと、まあ、選挙の結果以外に関わらずいきなり連立にで閣内に入るということは私はありえないというふうにまあ思います。で、今回の防衛装備の件や経済安保については、その他の案件もこれまで修正協議の直前にこういう座組みができたり、またはその前からしたり、またはさまざまな党とどの党を入れるか入れないかとかの座組みをやりながら、例えば統一教会の件もそうだったし、まあ、いろいろやってきました。ですから早い段階からこういう協議に入っていけるということは我々としてはウェルカムでありますし、より我々の主張に近づけていただけるように、まあ、努力したいという、そういう個別のやり方に過ぎないというふうに思ってますから、特に立憲民主党さんなんかは割と反対なのかな、ネガティブで多分論陣を張って、まあ、かなり対決法案に仕立ててくるんじゃないかとも、まあ、言われてますし、まあ、こういうものをなんか政争の具にせずにですね、まあ、しっかりと国家国民のために中長期的な目線視線を視点を持って進めていけるように、まあ、ただ単純にやりたいというのが我々の思いであります。否定はされますかどうかって連立政権は、それは最初に申し上げたように、連立に入ったりするということはないと思います。